まず今日冒頭ですね、私からは一言、経団連の前会長中西会長がお亡くなりになったことについて一言コメントさせていただければと思います。私も大変お世話になりまして、表で会うこと以外にもですね、お二人でお時間をいただいたことが何度かありました。そういった中でいつも明るく笑っておられて、今日も新聞各紙で評伝など読ませていただきましたし、各紙が使われている中西会長の写真の中で、特にある新聞が満面の笑みの中西会長の写真を使われていましたが、あの写真を見て寂しくなりましたね。もう直接あの笑顔を見ることができないのか。私としては世代は違いますが、同じ思いを持ちながら日本を良くしたいというふうに共に仕事をさせていただける同志のような方だと思ってご指導いただきたいと思っていました。そして最近私も入院をしましたが、特に入院中にですね、中西会長のことを何度も考えました。入院中、病院から官邸の諮問会議など、そして気候変動の有識会議など、ずっと病室からリモートで参加をされている姿、それでも病室からとは思えない明るさで、そして私とは違って長期の入院の中でもあのような元気な心の強いお姿を改めて自分が入院してから考えたときに、どれほど強い方かと改めて尊敬の念を持ちました。また一緒に働けることを楽しみにしていましたが、中西会長の思いをしっかりとこれからも日本の必要な改革に向けて生かしていきたいというふうに思います。改めて感謝申し上げるとともに、心からお悔やみを申し上げたいと思います。それでは今日は熱中症ですね、これについて官邸の今日の閣議でも触れましたので一言触れたいと思います。昨日から7月に入りました。まだ全国的には今日もそうですが梅雨ですが、梅雨が明ければ暑い夏の本番を迎えます。特に今年の夏は全国的に平年よりも暑くなると言われていて、梅雨明け後暑さに慣れていない方が多くなる中で、熱中症の心配は今まで以上にあるなというふうに考えています。環境省と気象庁では今年度から熱中症警戒アラートを全国展開をしています。このアラートは環境省 LINE の公式アカウントでも確認することができます。早速今日アラートが福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県に出ています。今年沖縄以外でのアラートは今日が初めてとなります。さらに一昨日からは熱中症警戒アラートがヤフー株式会社の協力のもと、ヤフーの防災アプリと連携をしました。これによってアラートの情報が利用者数2200万人の防災アプリで配信をされることになりました。こうした情報をぜひ積極的に活用いただいて、アラートが発表された日にはエアコンを適切に使用する、こまめに水分を補給する、外出の予定を変更するなど、普段以上の熱中症予防を心がけていただきたいと思います。こうしたことから今日の閣僚懇談会でも私から関係閣僚の皆様に熱中症対策に取り組んでいただくよう呼びかけました。詳細な取り組み内容は今日午後に開催する熱中症対策推進会議で議論する予定です。例えば高齢者におけるエアコンの使用促進、こまめに水分補給できるようマイボトル用の給水器の普及など、今後の取り組みについて議論します。特にマイボトル用の給水器の普及については関係府省庁の所管施設での積極的な設置などを期待をしています。環境省も今ウォータークーラーがありますが、それをマイボトル用に、切り替える、こういったことも進めていますので関係省庁にもお願いしたいと思います。今日は冒頭、私からは以上です。それでは、はい、毎日新聞の鈴木です。おはようございます。幹事長からでは質問させていただきます。6月30日に総務省の方で外来種対策の推進に関する政策強化の中間報告が取りまとめられました。
LINE については、外来種のヒアリやアライグマ、駆除対策などについて自治体と関係部局との連携に課題があるとして、環境省に改善を求めているものです。中間報告を受けての受け止めと、今後の環境省の対応を教えてください。はい。環境省としては今回、まだ最終結果ではないんですが、最終評価ではないんですが、この最終評価を待つことなく、今回のご指摘を踏まえて、自治体としっかりと連携の強化を進めて、そして外来種対策の強化を図っていきたいと考えています。もう一点なんですけれども、冒頭発言があった中西前会長の件ですけれども、中西前会長、非常に脱炭素についてリーダーシップを、発揮されていたと思います。その点についての、大臣としての中西前会長の評価とですね、あとその、非常にこう環境界でもいろいろ賛否ある中で、強力にリーダーシップを発揮されていた中西会長と、環境省でも賛否ある中でリーダーシップを発揮する小泉大臣、すごく共通する精神を感じるんですけれども、そこについてもちょっとご指摘を伺えたらなと思います。将来で賛否あるから鈴木さんの見立てということで、受けたもありますが、中西会長でなければこれだけ日本政治の中で脱炭素が政権の主軸に、産業界と足並みを揃えて歩み続けることができなかったと思います。やはり今までは低炭素から脱炭素という言葉一文字を変えることですら、経済界、産業界の中では脱炭素は早すぎるとか、脱炭素は無理だとか、そういう後ろ向きな反応があった中で、中西会長のリーダーシップと手腕がなければ前向きなコメントとか出ることもなかったかもしれない。そう思うと、中西会長がさまざまな声が産業界にある中で一つの声にまとめ上げたということは、私は感謝の念に堪えません。そして何よりも、私が中西会長をいつも拝見をしていて思ったことは、経団連会長としての発言ではなく、中西会長ご自身の思いを常に大切にされてましたよね。ですから常に後ろの事務方がヒヤヒヤしている姿が印象的でしたし、事務方が今日何を会長を言うんだろうかという、そういった形で後ろの列に座っている事務方の顔を見るのを私はいつも楽しみにしています。もしかしたら鈴木さんが言う共通する部分は、今日はうちの大臣は何を言うんだろうと思っているうちの事務方の表情を鈴木さんは見ているかもしれないなと、そこは共通するのかもしれません。改めて寂しいです。ありがとうございます。吉田、ここにご質問があったらお願いいたします。本当新聞の小宮さん。環境新聞の小宮でございます。本日出演させた太平洋島嶼会議がですね、官邸でオンラインで開かれます。でまた一昨日6月30日には諏訪首相と、マーシャル諸島ミクロネシア連邦などの首脳との大会談がテレビ会になりました。一方これらの諸国はですね、中国の覇権主義のですね対象としてですね、債務の罠に陥られる可能性もあり、ますます、中国共産党100年を迎えてですね、覇権主義は強くしてくると思います。そうした中ですね、先日小泉大臣は JCP じゃなかったと思うんですJCM のインド太平洋拡大戦略を掲げています。小泉大臣の、今回の投資の会議などの一連の会議をどう受け止めて、どう今後対処、これらの太平洋の島嶼国に対して、どういうふうな、対応をしていくのか、お考えを聞かせてください。はい。太平洋島嶼国は気候変動によって
国家の存立が最も危ぶまれている、そういった国々が多い、まさに島がなくなる、国がなくなる、そういった危機感が世界の中でも特にこの島嶼から発せられます。そういった国に対してこれからも島嶼国が持続可能な国家の発展を歩んでいけるように日本として支援をすることは極めて気候変動対策という観点のみならず、安全保障、そしてインド太平洋の安定的な地域環境も含めてですね、非常に重要なことだと思いますので、今回環境省として JCM をさらに拡大をして、この地域の脱炭素の支援をしていく、でさらに重要なのはオーストラリアなど、このクアッドと言われる4カ国の中でも、特に日本は今環境省としてはオーストラリアと水素の中でも再生可能エネルギー由来のグリーン水素と言われるもので、日豪で島嶼国などの第三国に輸出をしていくプロジェクトを考えています。今その事業者を公募中でありますが、こういったことも通じて太平洋島嶼国の脱炭素化、そして今後の国家の発展、ともに連携をして支援をしていくことが日本としても国益につながると考えています。他にご質問がありますでしょうか。エネルギージャーナリストの清水さん、お願いします。エネルギージャーナリストの清水です。おはようございます。2点ほどありまして、一つは先ほどの中西会長が亡くなられた件でいろいろ出てますけども、やっぱり環境問題、グリーン成長に象徴されるように政権のど真ん中に環境気候変動問題を入れたという、そういう状況を作ったね、小泉大臣なども非常に大きいと思いますが、やっぱり経団連の中西会長の理解なくしてばこれは なかっただろうと思うんですね。でかつ環境省と経団連がストレートな関係でやるということも、いろいろ調整するということもあまり歴史的になかった。でやっぱり常に経産省というね、一つの所管のところのその意向を踏まえて経済界とは対応するという環境省の姿が長く続いたと思うんですけども、ね、その辺をこう打開された極めて非常に大きな要因というのはどういうものだったのかと認識されている、それが1点ではないか、それからもう1点は、昨日も経産省、昨日かな、カーボンプライシングの話が出ましたけども、まあ、概算要求が近いですから、環境省としてカーボンプライシングの、まあ、優先順位、施策の優先順位、あるいはその基金的なものも含めて、どういうその大枠の考え方を今あるのか、を見てました。まず中西会長、なぜこういう足並みを揃えて政策を進める関係を構築できたのかというのは、何か不思議でしたね。初めてお会いをした時から初めてお会いをする感じがしませんでした。私からすれば父親のような世代の方でもありましたし、率直にこの方に学びたい、それは最初に会った時からそういう気持ちになりました。そういう人を魅了する力が中西会長が日立の中でも経団連の中でもリーダーシップを発揮できた、その人間力ではない、私も中西会長という方に心酔した一人です。そして、まあ、今だから言っても差し支えないと思いますけど、経団連と環境省で連携協定を結ぶ、こういった過程の中でですね、
長石会長にお会いをしたいということで、会長が、あ、俺が環境省行こうかという、そういうお話もあって、だけど清水さんが言うように、今まで経団連というと、経産省という感じがありましたから、先にちょっと環境省っていうのはみたいな、こういういろんなこともあって、まあそこはちょっと順番を踏まえてみたいな、こういったいろんなやり取りがあったんです。で、そういう今までの何か霞が関と経済界の慣習のようなものに全くとらわれないわけですね。ですから私も環境省として経団連としっかり連携をやって政策を前に進めることができると思います。で、清水さん言うように中西会長の時には今の政策強化は実現をしていなかったはずです。特にカーボンニュートラル菅総理が宣言をした後の前向きなコメント、さらに12月にカーボンプライシングについて総理から経産省と環境省に指示が出た後の最初に産業界がどう反応するかというのは私も正直言って不安な部分もありました。それが中西会長からまず否定しないというその前向きなコメントが出たことが今のカーボンプライシングが政府全体で産業界も含めて議論する環境を作ってくれると思ったんです。ですので中西会長は間違いなく日本の脱炭素の政策の礎を土台を固めてくれた最大の功労者の一人だと思います。まあ、もう一つ言えばあれですね、私の中では中西会長はこの脱炭素だけではなくてですね、今でも忘れないコメントは政府の会議で、官邸の会議で 3E プラス S っていうエネルギー政策になりましたけど、 3E プラス S っていうけど最初は環境なんだよ、一番大事なのは今環境なんだっていうことを中西会長言ったんですよ。あの言葉が経団連の会場から出るかというそういう思いをして、私はその後にまるで環境大臣からのコメントのようなと経団連の会長からいただきましてっていう話をしましたが、もっと一緒に仕事がしたくてですね、はい、本当に残念です。はい、2点になります。カーボンプライシングは環境省としても最重要、これを機に 46%、50% の高み、そしてカーボンニュートラルの実現はない、これは不可欠な課題ですから、あの手法としてはさまざまな手法があると思いますが、前進を必ず実現させるために、まあ、今月から新体制環境となりましたが、その中でもまず環境省としてできることを徹底的に洗うように、そういう指示を出してありますし、関係省庁ともしっかりコミュニケーションを取るようにという指示をしています。2点目で、概算要求の前に大きな枠組みといいますか、環境省として2022年度 の、まあ、あの税制改正要求もありますし、その辺の、まあ、イメージというか大枠というか、その辺が出てあのそろそろまとまりつつあるんですか。これからですね、今まず環境庁の中の組織を、うん、あり方を整理してますし、政策の優先順位をつけるように言ってあります。ですので各局とのディスカッションを今までもこの新体制の前に一回やってはいますが、新たにこの新体制のことでもやらなければいけないと思っていますので、まあ、今月精力的にそれをやって概算要求に向けた重点事項の取りまとめというのもしなきゃいけませんから、まあ、各局の局長審議官にはしっかりとですね政策の優先順位をつけたものを挙げてほしい、この議論を始めています。ありがとうございます。他にございますでしょうか。朝日の方、朝日新聞の川田と申します。
います。このカーボンプライシングではあるんですけども、昨日の経産省から、排出量取引について、まあ、実質的なものにという案が示されたんですけれども、この辺について、大臣のお考え方を教えてください。まあ、案は案なので、まあ、最終案ではない、最終的なものではないと思いますが、まあ、より企業の自主的なものを後押しして規制的なものではないようにしたいというのは、産業界を、まあ、所管をする立場からすると合理的なものだろうなというふうには思います。一方で我々としては、企業も国を先取りした動きは一部の企業でものすごいスピードで進んでいることは他国評価します。トヨタさんのサプライチェーン全体に対する CO2 削減を求めることとか、他の企業についてもサプライチェーン全体に求めている動きが広がってきました。ただですね、その一部の企業が頑張ってやっていることのみで 46% や、そして今後の気候変動対策、また世界に新たな脱炭素の市場を取るに値する速度で日本が変わるかといったら、私は不十分です。ですので、自主的なものにとどまらないものを最終的にどのような形でパッケージを含めて考えていくかというのが、まあ、ポリシーミックスという意味では非常に重要です。なので環境省の中でも今、環境省がまず自分たちでもできることを徹底的に洗うようにという指示を出しています。先ほど言われたのは北海道新聞さんと産経を行っていた、このお二方で終わりにしたいと思います。まず北海道新聞さんお願いします。北海道新聞の方です。おはようございます。福島第一原発の周辺で PCB 廃棄物をですね、北海道の室蘭市で処理するという件についてお伺いします。で、処理した後のですね、金属物などを苫小牧の産廃業者が処理するという話に今地元で明らかになっているんですけど、でそれでそもそも地元では結構市民団体の人とかですね、反発も出ていまして、改めて大臣の所感をお伺いしたいのと、あと、住民説明をやるという話で、7月中にも説明会をやるという話になってますけど、具体的にその後決まったことがあれば教えてください。はい。これ前回もご質問いただいた状況ですけども、今、苫小牧に訓練というご質問がありましたが、現時点で、決定している事実ではありませんが、7月に開催すべく調整している監視円卓会議や、今、ご質問の中にあった住民説明会、こういった場で環境省の考えをお示ししたいと、つまり今月ですね、もう7月になりましたから、今月環境省の考え方を住民説明会などでお示しをするということであります。地元の説明会には環境省から PCB 担当の課長を派遣をする予定です。具体的な時期については、今立地自治体である室蘭市、そして北海道と具体的に相談を行っています。今コロナの感染拡大のこの状況も踏まえながら、丁寧な説明を可能な限り早期に実施できるように開催に向けた準備を進めていきたいというのが今の状況です。ありがとうございました。では産経岡田さんに最後に質問です。よろしくお願いします。産経新聞岡田です。お願いします。大臣の考えでおっしゃったような再生最優先の原則について、ちょっとこの中身についてなんですけども、具体化するとしたら、優先給電ルールをですね、今自然変動電源の抑制がまず先にあって、その後に長期固定電源、原発水量地熱などの抑制があると思うんですけど、この順番を入れ替えるっていうところが具体的な目標になる、具体的な話になるんですか。私の中では、今何か一つの制度、ルールを変えることが再エネ最優先の原則に当たるという考え方ではありません。政府の政策全体、その中で再エネ最優先の原則とは言えないものをこれから棚卸しをして、徹底的に見直しをしていく、そういった中の一つは今岡田さんが言ったようなことも私は率直には乗ると思います。私が言った以外何かもしあれば教えてください。まあ、今さまざま点検をしなければいけないという話をしていますが、例えばですね、今まで環境省の中でも
再エネに対してのスタンス、これはあまり定まったものが今までは、いかに国立公園を保護をかなり重視してますから、そういった中で再エネどうするかという話もありました。ただもう地熱の倍増を含めて再エネはできるところはやるということを明確にしてあります。環境省他にも何かあるのか、今あればしっかり見直すようにって話をしてますが、やはり主にはエネルギー政策を所管する経産省、エネ庁、そういったところが主な課題になるとは思うんですが、この再エネ最優先っていうものは何と比べて最優先かといえば、やはり電源構成の中での最優先ですね。ですからそれを見直されるようにこれから私たちとしてもしっかり意見も申し上げていきたいと思いますし、岡田さんが言ったような課題も含めてですね、全体の見直しが必要なんじゃないかなと思います。どれか一つということではないですか。では、これで本日の会見は終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。